はい、こんばんは。エルカチャンネルのショウです。ウシです。さあ、今回もやってきました、エルカチャンネルホラー会です。今回はですね、こちら薄根切キリシタン伝説の地というところにやってきました。場所はですね、熊本県のにあるんですけど、別名仙人塚とも呼ばれている場所で、この地にですね、隠れキリシタンがいた場所らしいです。薄根切熊本県阿蘇郡地にある薄根切、幕末期に薄根切の集落に隠れ潜んでいたキリシタンが捕獲され、当地で斬首されたという伝説が残る。塚の数は全部で12、別名仙人塚とも言われています。そして今回からですね、私たちもこれを手に入れました。バケタン、パチ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 ということで、早速バケタン やってみたいと思います。真っ赤になったらすぐ逃げるからな。はい、俺もダッシュで降ります。え、あ、ビッター、緑です。緑、緑って何？普通普通まあまあ喜ばしいことじゃあるよね。はい、ここに来るまでの道のりすごかったじゃないですか、うん、また帰るんかと思うな。いや、これは道が悪いね。ねえ、来てんのかね。うん、なんか登るような感じにはなってますよ、うん、すごい。これはあんま人来てないね。ねえ、してる感じがしないもん。ちょうど歩いたようなあれがないし、多分そのまま登っては来てると思うんですけど、意図的になんか開けてますよ、ここは。ちゃんと道にはしてあるよね。うん、いや結構急じゃん、うん、うわ、すげえ急これ。あ、めっちゃ開けた場所に来た。着いた？この先じゃないですか。看板さしましょう、それで。はい、虫が嫌だ。あ、なんか見える。ほら、あ、あるあるある。来ました、今回の場所はこちらですもうちょっと二度はないな、ここはってない日中でも無理で、日中もないな。虫がやばい、とにかくねえ、ま、今ここ来てますけど、ホラー的なので怖い感じはしないですね。この看板が見えてるあたりからですよ、盛り上がってる部分ありましたよね。そこがあの話によると埋められてる場所じゃないかって言われてます。ただもう草もこんだけ伸びてるので、何が何やらわからない状態です。よし、じゃあ撤収しましょうはい、じゃあ戻りましょう。2円だけかな。あ、でもね、なんかゴー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 って。ねえ、いや、なんとか普通の道になりましたよ。帰ってきました。
あつうか足どうすか、この格好で行っちゃダメです、この格好ダメでしょ今猛烈に反省しております、帰ってきました。